どうも、PO25 です。というところで、ですね、シャニマスの方やっていこうと思うんですけれども、ちょっと年末の用の動画を撮っていこうかなというところになります。はい。だいぶ夜分遅いんでね、ちょっと声もちっちゃいんですけれども、よろしくお願いします。まあ、これを大晦日に出すという話なんですけれども、実はこれですね、撮り直しなんですよ。一回撮ったんです。もうそれも本当にクリスマス前ですよ。一回撮ってさ、で、よし、できたと。シャニマス一番最初に撮ったの。消しました。自分の音声の方じゃなくて、このゲーム画面というか、こっちの画面録画の方を消しまして、だから撮り直しでございます。はい。なしでもいいかなと思ったんだけど、今年ね、こうシャニマス始めて、ね、まあ、シャニマスないのもどうかというところで、やっていこうというところでございます。じゃあ何していくかって話なんだけど、私の、シャニマス1本目の動画を見まして、ね、それをこう実況していこうという、その実況動画の実況をしていこうという話でございます。はい。まあ、別にこれ私がやりたかったとかそういうわけじゃなくて、もう単純にはこう、大晦日だから特別なことしなきゃと思って編み出した案がこれでした。早速やっていこうかなと思いますけれども、ね、知識ほぼゼロの状態で最初のアイドルを選んだら20分くらいかかった実況者というところで、見ていきましょう。どうも、PO25 です。動画の方を撮っていこうと思います。そうなんですね。これいきなりなんですけれども、ゲームをなしと。久々にこの時ですね、パソコンゲームの、録画をしたことによりまして、どうやるんだっけなと思って、なんかミスってゲーム音がなくなりました。あれの、まあね、ソールドアウトバージョン。そんな感じでございますが、今、そしてシャニマスを始めた理由話してますけれども、あれをね、まああれですね、いつも言ってますけれども、II学者と、ソールドアウトがこう、ガッと話し合わさったやつ、あれを見て、やってみようと思ったっていう、シャニマスなの、まあそんな感じでございまして、この動画のメインがですね、このキャラ選びなんですよ、最初の。で、まあ結果的には小糸を選ぶんだけど、それまでいろいろお話をするんです。ここで20分ぐらいかかってるんですよ。だから、そこをちょっとメインで見ていこうというところでございます。そう、来ましたね。だからって、別に怖くなって決して調べてきたわけじゃないんですよ。これ、2回目なんですよね。そう。初見でやって、うわ、なんでこんなにアイドルいいのかと思って、そのまま一回閉じちゃったっていう。これがさ、そんな感じでございます。かっこいい系なの。孤独な涙を願い、ああ、中二ってわけじゃないんだろうけど、革命的なアイドルユニット。希望を歌い続ける。だいぶここですね。これ知ってるよねって話。悩みますからね、本当に。放課後クライマックスガールズと、この、これ、チルアウトノクチルカ。これですね、ここ、あれなんですけど、間違えてるんですよ。私、チルアウトノクチルカって言ってて、このユニット、ノクチルカってユニットだと思ってたんです。というのも、ここに、ほら、書いてあるじゃん。ここがユニット名だと思ってなくて、ここの読んでユニット名だって言ってたんですよ。だから、まさか担当になるユニットの名前差しを間違えてるっていう。そんな感じでございますけれどもね。まあ、ホークラとノクチルは、見たことあるよねっていう話でございます。全然違う。これは知ってんのよ。で、樋口まどかさんとかさ、ここら辺はさ、見たことあるじゃん、多分。朝倉とか樋口さんとかさ、見たことあるのよ。そうなんですよね。まあ、ツイッターの方で、石さんをね、よくこう、フォローしてますと、ね、たまにこう、まどかの映画が流れてきたりとか、朝倉の映画が流れてきたりしてて、シャニマス始める前から、この二人は実は知っていたと。私、ノクチルの紹介動画の方でもですね、まどかのことについては、なぜかシャニマスをやってないのに知ってるアイドルナンバーワンと、言わせていただいた通りだと思います。だから自分のこういう経験があってね、あの発言につながっているわけですけれども。ちょっとじゃあ、ここぐらいまで見る。これから、あれなんですよね。見ていく感じなんですけど。東京、お出かけ、公園で日向ぼっこ、鳥に好かれる。桜木今、イルミネやってますけれどもね。ここはボイスが聞こえないっていう。ひどい話だよね。あ、ごめん。なるほど。まあ、主人公気質みたいなところがあるかなと思ったんですけど、なるほど。ここ、地味にマノさんがうなずいてくれてるっていう。
音楽鑑賞。あ、近藤麗奈さんだね。こんな感じで見ていくんですけれども、イルミネは特になんかあったわけじゃないと思うんですよね。なるほど。15歳16歳16歳。あそこは単純にあのスポーツ全般、日和さんがあの早生まれだったこと気づいてないです。本当に日和さん一つしたらと思ってます。なんか、もうちょい説明欲しいな。アンティーカですけどもね。田中まみみ、まみみ。さあ、名前の凄さに驚いてますがね。なるほどね。アンティーカって、ね、改めて見ると趣味すごいね。放浪人をからかう。幽谷キリコ。放浪人をからかうってすごいね、まみみさんね。まみみさんといい、幽谷といいね。すごいやっぱアンティーカめちゃめちゃ奇抜な名前揃ってますが。包帯をきれいに巻く。へえ。足音を立てないリンゴの皮むき。名前負けしないぐらいね。不思議な子だな。趣味と。月岡小金さん。あ、方言ですか。最初から方言はね、こう気づいちゃったんですけれどもね、これね、動画撮ってると気づかなかったんだけど、私小金さんと同じ誕生日なんですよね。そうなんだよ、小金さんと実は同じ誕生日でね、お気づかなかったね。つみねゆいかさん、あ、アイドル好きな子ですね。あ、これはあれですね、これはあれですねって言ってるけど、別に何ってわけでもないです。あ、なるほどね。なんか急に口に出た言葉でした。まあ、たまにこれあまこれ改めて見るとさ、三峰さんって福島出身だったんだよね。なんか知らせ作やと当時そのあまりこうなんか落ち着いて見てなかったからさね、すごい改めて見るとね。あれですけど、あ、いいですね、あのいいですねっていうのはその自分の好みですねとかではなく、その見た目とかさ、特に見たらさ、かっこよく見せる立ち振る舞いだから、すごいなんかめっちゃツンツンしてるのかなと思ったら、すごいなんか友好的というか。ここの発言はあれですね、あのジュリさんの性格と勘違いします。あの昨夜さん、最初私あのジュリさんみたいな性格をしてるタイプだと思ってて、結構その何て言う強いみたいな感じだと思ってたんですけど、もう蓋開けたら全然違ったって、昨夜さんめちゃめちゃかっこいいって。まあ、じゃあ、あの、フォークですけどね。自転知識、アイアイ学者のソールドアウトなんだよね。ちょっとね、クリスマスのね、あの、コミュー見た後なんですけども、リンゼさん、めちゃめちゃ可愛かったね。そうだね。なるほど。リンゼさんの最初のイメージは、声がいい人でした。そうなんですよ。で、チョコ先輩、チョコさんですね、チョコ先輩。お疲れ様です。なんでここに来て間違えるの、まあ、チョコさんと一日違いなんですね。あ、なるほど、うん、12? 驚いてますね。最高の驚き方です。ごめん多分ね、ごめんみんな、今回多分アイドル選ぶだけで終わるかもしれん。東堂メイリー、こんな感じでございまして、続くんですけど、アルストは特に何も言ってなかったかな。あ、ちゆきさんがそのあれですね、新人なんだ。ここの発言はあれです、あのちゆきさんめちゃめちゃこの見た目がめっちゃ大人に見えてベテランだと思ってました。で、まあ、ストレイに行くんですけど、絶対発音違うもんね。冬子さんですね。冬子さんさ、あれだよね、なんか今 MV 出てますよね、 SOS のね。あれ良かったね、すごいね、あの絵やばくない。冬子、あれで冬子って言うの、ちょっと待って、で優子じゃないんだ、これが引かれるんだよね。じゃあ続き、ほう、あ、見た目好きかもしれないな、あ、見た目好きかもしれないな、ちょっと待って。そうなんですよ、実は私最初、一番最初に見た目で選んだ時は朝日さんだったんですね。そうなんだよ、ドンピシャだったんですよね、見た目が。そうなんだよ、ずっと言ってますこれ、多分この後
ここに来てギャル系初めてですよね。あ、朝日さんあれかもしれない。見た目だけで言ったらドンピシャ。どうだ。じゃあ皆さんお待たせしましたね。私といえばノクチルというところでね、あのノクチルに入っていきます。はい。自分でもつかめてないんですよね。ひななさん、ここさ、自分でもちょっと自慢なんだけどさ、あの結構そのこの後自分がシャニマス始めたから、シャニマス配信をあの配信者の方がよく見るようになったんだけど、まあ、たまにね、その定期で見る人いなくなって、いないよ別に。そのなんか、あ、この人もシャニマスやってるんだ、ちょっと見てみようみたいな感じで見てるんだけど、見た時期があったんだけど、一番最初にひななを目にして、ひななって言ってる人少ないんですよ。ひななって言ってる人が多くて、あ、やっぱりやれたなと私捨てたもんじゃないなっていうのを感じました。うん、なるほど。あの、あれみたいですね、あの、ごめんなさい、あの他作品中の他作品出すんだけどさ、笹恋のさ、橘薫これ笹恋に例えるあたりがアニメ化もしてね、作品最悪ですね。朝倉徹、ああ、やっぱ徹で会ってたんですね。ああ、やっぱなんか人気出そうですもんね。あ、よく見るんだよな趣味とかって別にないですって、すごくない？クレイジーな人驚いてますねクレイジーな人呼ばわりされて驚いてますけど、次来ますよ。これ特になしとかでいいのにさ、別にないですってところになんかちょっと律儀感感じますよね。うん、来ました福丸恋と、すごいな。ああ、なるほど。ここで何のコメントもしてないけどさ、コイトだけなんか何のコメントもしてないけどさ、後にね、まさかこのコイトがというところでございますが。で、これがシーズ、2人だけ。今田シーズはですね、前回のそのクリスマスで初めて触れていたのが、実は最初というところで未だ分かってないですけどね。やっぱ音取れてないとつまんないねよくこれ上げようと思ったな。いや、最初選んじゃったからね一向に決まってない。ここから長い長考に入るんですよ。多分それぞれ一組ごとに候補がいるのかな。どうだろう。ちょっと飛ばしますか。まあ、一組ごとの候補を出すのであれば、まずここだったら真野さんかな。これここの動画でですね、あの私終始あの真野さんのことを真野さんで言ってるんですよ。これなんでかって、たまに間違えるじゃん。なんでかっていうと、広島の野間さん、これと同じ発音だと思ってるんですよ、ずっと。そう。だから、間違ってる。たまに、今まで、これから今でも間違えるもんね。そうなんだよ。で、ここだと、誰だろう。ここら辺かな、この包帯を巻くっていう謎感すごい好きなんだよな。このキリコさんかな。で、最近あのアンティーカで誰か一人選んでくださいって言われたら、多分私あのマミミさん選びます結構マミミさん実は好きなんじゃないかということを、最近感じ始めてます。でもこのあとホーフクラバチョコさん、アルスト天下さんで、まあストレイライト朝日さんで、まあもちろんノクチルは恋と、ここであのちょっと珍しいものを見せていきましょうかかなあ。ここはそうだね、この朝日さんですね。見た目がドンピシャです。で、まあ、ここだったら小糸さん
かな。来ましたね、あの聞きました、小糸さん今じゃもうそんな言わんよノクチルはね、みんなこう呼び捨てですからね、ひなな、朝倉だけなぜか朝倉なんだけど、まどか、小糸っていうね、この動画だけです、後にも先にも小糸さんって言ってるのは。でシーズはねちかさん選んで、ここからめちゃめちゃ悩むんですよ。この方、名前何、天下さんですね、天下ですけど、あれはね、なんかアニメ見て決めたんですよね。だから、事前情報ゼロ。待ってね、ずっとこんな感じでうなってますもん、この動画できるんだよな、でもな、うわ、二択に絞れたな。いや、千代子さんか、小糸さんです。お、ここで二択に絞ってますね早いね、二択に絞るとかね、あげーなー、まあ、でもいいや、なんかこれもいいじゃない、やっぱこう、みんな好きでしょ人が推しを決めるシーンで好きでしょ決まった、よし、決まったらしいですね。果たしてこの実況者は誰を選ぶのかというところでね、まあこの結果はぜひとも皆さんの目でちょっと見てみてください誰選ぶんでしょうね。二択ね、チョコさんと、コイトって言ってましたけど、誰選ぶんでしょうねまあというところでね、急遽の撮り直しでだいぶこうベクトルが違うというか、なんか感じがだいぶ違う動画になりましてあれなんですが、これを大晦日に上げていこうというところでございます。うん、まあ今年こうシャニマスを始めまして、こう新たにこうシャニマスのね視聴者の方もね結構獲得することができたというかね、シャニマスもこう一時期私を支えてくれた、コンテンツの一つでしたから、来年もちょっと頑張っていこうかなというところになります。うん、来年はことも視野を広げてね今年は今のところ一個半しかできなかったからもっと来年はねたくさんのユニットを、プロデュースしたいなというところでございます。というところでありがとうございました。良いお年を、バイバイ。あ、チャンネル登録お待ちしてますんでお願いします。バイバイ。